はい、こんにちは。今日は2021年山口大学の問題です。問題はこちらです。四角形 ABCD が円に内接していると。で、辺 DA、AB、BC、CD の長さを ABCD で表し、各 DAB イコールシータと置くと。で、括弧1はこの等式が成り立つことを示せ、括弧2は四角形 ABCD の面積を T としたときに、この等式が成り立つと、こういったふうに表せるよということを示せといった問題ですね。これなんですが、ブラーマグプタの公式と呼ばれるものでありまして、この面積ですね、要するに円に内接する四角形のこの辺の長さが4辺の長さが分かれば、面積がこの式で出せますよってことですね。で、これはよくヘロンの公式は三角形の場合ですけども、三角形 ABC があって、この辺の長さ ABC が分かれば、これは S かっこ S-A かっこ S-B かっこ S-C ですよね、のルートですよと。S っていうのを2分の A たす B たす C としてとかっていうことで、これヘロンの公式としてよく使われますけれども、これの四角形の円に内接するバージョンということで、たまに出てくるんですけども、これを証明せよといった問題であります。で、じゃあまず括弧1からなんですが、要はこれはここで2つに分けてあげればいいんですね。この関係を導けってことなんですが、シータがこの角 A の部分ですから、ここの BD の長さっていうのは BD の2乗ですね。これをこっち側の三角形、それからこっち側の三角形で2通りで表してあげると。じゃあ例えばこっち側の三角形で見ると、BD の2乗、ここの2乗っていうのは、これの2乗足すこれの2乗、余弦定理ですね。で、マイナス 2AB コサインシータというふうになりますね。これがここの2乗の長さですよと。で、同様に今度こっち側の三角形で同じようにしてあげると。じゃあここの角度っていうのは、これ円に内接しているってことから、ここ足すここは180度、つまり π ですよね。ですので π マイナスシータですよと。ということで、この2乗っていうのは C2 乗足す D2 乗、マイナス 2CD コサイン、π マイナスシータっていうのはマイナスコサインシータになるので、プラスになるよと。こういうふうに2通りで表すことができますよと。で、これとこれイコールですので、これをあと式変形すれば OK と。じゃあこの2つを左辺に持っていけば、A2 乗足す B2 乗、マイナス C2 乗マイナス D2 乗ですね。イコール、これをこっちに持ってきて、くくってあげれば、2、括弧 AB 足す CD のコサインシータということで、まずは括弧1の結果を示すことができました。続いて括弧2です。この四角形の面積 T っていうのは、この三角形2つに分けられますよね。ということで T っていうのは、こっちの三角形は2分の 1AB サインシータですね。面積。足す、こっち側の三角形は2分の 1CD サインの π マイナスシータなんですが、サイン π マイナスシータはサインシータですので、こうなるよと。で、これ2分の1で、括弧 AB たす CD のサインシータというふうにできますよね。で、ここであとこのシータを消したいわけですね。この T というのを ABCD だけを使った式にしたいわけですから、このシータを消したいよと。で、これを消すためにこの括弧1を使いましょう。コサインシータイコールにして、これを代入すれば OK と。つまりこれコサインシータにしたいわけですから、AB たす CD のこれルートの1マイナスコサイン2乗としてあげて、ここにこれを代入すれば OK ですね。で、ここちょっと長くなるので、これこっちに書いておくと、1マイナスコサイン2乗の値を出しましょうと。これっていうのはコサインシータがこれ分のこれですから、それの2乗ですね。ですので1マイナスの、これ分のこれの2乗ですので、 4AB 足す CD の2乗分のこれの2乗ですよと。 A2 乗足す B2 乗足す C2 乗引く C2 乗、引く D2 乗、これの2乗のルートってことですね。で、これ通分しましょうか。そうすると4分のになって、これのがここに現れるよと。AB 足す CD の2乗、これのルートと。こういう形になりますね。で、これルートここ分母外すと2のこれ2乗が取れてこうなるよと。で、ルートは上だけにつくよと。で、あとはこれ2乗引く2乗の形ですよね。これ4も中に入れちゃいましょうか。つまり 4AB 足す CD の2乗なんですが、これっていうのは2を中に入れちゃって 2AB 足す 2CD の2乗という形にできますよね。4っていうのはこれ2の2乗なわけですから、これ2を中に入れちゃうとこうできますよと。つまりここの部分っていうのは 2AB 足す 2CD の2乗引くこれの2乗ですよと。ということで和とさんの積が使えますよと。2乗引く2乗の形ですので、和とさんの積でやっていきましょう。つまり 2AB 足す CD 分のルートのこれ足すこれですね。
つまり 2AB 足す 2CD 足す A2 乗足す B2 乗引く C2 乗引く D2 乗と、こっちがこれ引くこれですね。2AB 足す 2CD 引く A2 乗引く B2 乗足す C2 乗足す D2 乗と。こういう風になります。で、ここの中身なんですが、ここの部分が A 足す B の2乗ですね。これっていうのは、2括弧 AB 足す CD 分の A 足す B の2乗。で、ここの部分がマイナスの C 足す D、C 引く D の2乗ですね。こうなるよと。で、括弧閉じて、こっち側も同様で、こことここでマイナスの A 引く B の2乗。で、こことここで C 足す D の2乗と。こうなりますよと。で、これのルートですね。ということで、こんな式。で、これまたワトソンの積で2乗引く2乗、2乗引く2乗ですから、うまいことできますよと。2AB 足す CD 分の、ルートの、ここが、これ足すこれで、A 足す B 引く、足す C 引く D ですね。と、これ引くこれですから、A 足す B 引く C 足す D。で、こっち側も同様で、これ足すこれですね。これ足すこれで、A 引く B 足す C 足す D と、あとは、これ引くこれですから、マイナス A 足す B 足す C 足す D と。こういう形になりますよと。ということで、これがルートのこれですよと。これをここに、突っ込んであげれば OK と。そうすると結局 T の値っていうのは2分の1のこれですから、ここ分母がこれ消えますよね、ここの部分。でこれ2分の1と2分の1で4分の1のこの分子のこのルートの部分が出てくるよと。まあ、つまり、まあ、A 足す B 足す C 引く D と、A 足す B 引く C 足す D と、A 引く B 足す C 足す D ですね。と、マイナス A 足す B 足す C 足す D っていうのが出てくるよと。こういうふうになります。ちょっと消えちゃいましたけど、まあ、こんなふうになってるわけですね。で、これが要するにこの T の値。あとはこの S で表したいので、つまりこれっていうのが、ここの4つっていうのがどうなるかと。でこの4分の1の中に入れちゃうと、16分のって形になりますね。4分の1ですので、ルートの中に入れちゃうと16分の。で、これ2で全部分けてあげましょうか。これ2分のにして、ここに分けて2分のと。2で振り分けてあげると、こういう形になると。2が4個で16個です。16ですね。ということで、あとは、これがちょうど S-A ですよと。これが S-B ですよと。S-C、S-D っていう形になっているよということで、これで求めることができましたと。ということで、こんな風に、文字だけ、この辺の長さだけで表すことができますよと。面積をですね。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。